実際のところ世の中には一生懸命努力している人には身入りが少なく、人の足を引っ張る、ろくに努力をしていないような人が大成功している、そんなことはたくさんあります。努力は平気な顔をして私たちを裏切ります。では自分の成功は自分が意識して意図的にコントロールできないでしょうか。成功には人格は関係ないんでしょうか。ここに成功は技術であるとズバリ言い切る人がいます。大谷翔平選手の体制を手助けしたメンタル向上のカリスマ原田隆氏です。原田氏は大阪の公立中学校教員を20年間務め、保健体育教師、陸上部監督、学校再建のリーダーとして3つの学校に勤務しました。最後に赴任した中学校は当時多くの問題を抱えていました。超教育困難校として有名だったんです。そこが原田氏が最初に世間をあっと言わせた場所でした。突如として7年間で13回陸上日本一になったんです。もちろん推薦入学などは一切ありません。周りの人は一旦成功するや、その生徒たちはもともと特別な人だった、特別な才能を持っていたと考え出しました。ですが原田氏は問題行動を起こす生徒、犯罪に手を染める生徒、未来に希望を見出せないでいる生徒たちを人が自立する教育で次々と立ち直らせていたんです。もともと特別な人どころか不遇な家庭に育ち、ろくに気にもかけない、むしろ諦めムードの子供たちだったんです。それを知った周囲の人は教育の奇跡と呼び、見学者が殺到しました。ですが周囲の人がどのように評価を改めようと、達成の技術を理解していた原田氏やその教え子たちにとっては初めから考えていた通りの当たり前の結果だったんです。多くの場合、子どもたちが問題を抱えることになった原因は家庭生活にあります。それは取りも直さず周囲の人間が生き方モデルを示せていないということです。原田メソッドとは、優れた人格、人間力を土台に成果を確実に発揮する自立型人間を育成する教育です。そしてこの奇跡を知るや駆けつけた経営者の一人がユニクロの柳井正です。そうです、自分の経営に生かせると見抜いたんです。結果は期待以上、テレビ放送もされました。もしあなたが望んだ通りの人生を歩んでいないのであれば、今のあなたを作ったのはあなた自身。人間は自分の人生を描く画家であると言われてもとても信じられないことと思います。ですが実際はやり方を学んでいなかっただけなんです。未学習だったら知らない、できないのは当たり前です。原田メソッドの内容は極めてシンプル、しかしその当たり前こそ真実でもあり答えなのです。人が自立する教育である原田メソッドは、国や言葉の壁を超える普遍的な価値を持った教育手法として世界に広がっていっています。有名なところでは大谷翔平選手です。このメソッドを活用して成功したことがウォールストリートジャーナルで紹介されています。その他個人としては五郎丸歩選手や菊池雄星選手をはじめとした多くのアスリートが使っています。チームとしては原田氏が浦和レッズ公式メンタルトレーナー、なでしこジャパントレーナーなどに就任しています。周囲が驚くのは成功の再現率の高さです。例えば福井商業高校のチアダンス部、五十嵐監督は原田メソッドを活用、
創立たった3年で全米大会優勝に導いてしまいました。普通に考えて素人を集めて始めた部活動が3年で全国制覇なんてありえません。それも全米チア団選手権で前人未到の5連覇です。この話はチア団、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話の真実、そんなタイトルで映画化されて大変高い評価を得ています。その他ハーダメソッドを活用して高い実績を残したアスリートは数知れません。ただハーダメソッドは学校教育やスポーツの世界にはとどまりませんでした。これまで460社以上が導入、9万人以上が指導を受けています。ここまで実績を残すと世の中は黙っていません。国内でのテレビ出演は数多く、もちろんカンブリア宮殿やガイアの夜明けなどにも出演をしています。海外に目をやると、トヨタの改善を広めたノーマン・ボディック氏が革新的なメソッドであると注目をしています。国や言葉の壁を越える普遍的な価値を持つ教育手法として世界に広げていき、今や20カ国を超えています。死は人間にとって逃れられないもの。誰もがいつか死ぬ。ある意味で人間はみんな死刑囚です。人間は期限を切られて初めて我が身を振り返ります。それにより自分のあるべき姿、自分の人生の理念を求める強い動機を得るんです。変わる瞬間は劇的です。良き大人、良きリーダーとしてできることから始めましょう。